塩原チャンネル。皆さんこんにちは、副市長の片桐です。今回は開館前の新しく作りましたロイソ駅前の那須塩原市図書館ミルルから那須塩原クイズをミルヒーと一緒にお届けします。ここは図書館ミルルの2階中央です。天井も高く広々とした落ち着いた空間なのでゆっくりと読書ができそうです。また個別の学習やグループディスカッションのスペース、カフェ、電子図書館の導入など多様な読書環境となっています。コーヒーを飲みながら読書ができますよ。では早速クイズを始めましょうか。ミルヒーいいですか。では那須塩原市に関するクイズを出しますよ。ミルヒーは丸×で答えてね。最初の問題です。那須塩原の地理の問題です。那須塩原市は東京から150km 圏にあり、各都市へのアクセスが良い環境にあります。そこで問題です。福島空港までは車で移動し、その後飛行機で北海道札幌の新千歳空港や大阪の伊丹空港までの所要時間はそれぞれ3時間である。さあ丸か×かどちらでしょうか。おや、少し悩んでいるようですね。ではヒントを出しましょう。仙台や東京まで新幹線で移動すると70分です。車で移動すると2時間くらいですかね。ということは丸か×かどちらかな。見る日、不正解です。残念。ミルフィーは飛行機に乗ったことがあるかな。ないよね。じゃあちょっと難しかったかな。では解説をしてもらいましょう。答えは×です。実は意外と近いんです。那須塩原市から福島空港まで車で50分、そこから飛行機で札幌までが1時間20分、大阪までが1時間10分です。つまり、那須塩原市からの移動時間の合計は、札幌まで2時間10分、大阪までは2時間ということで、那須塩原市は各都市とのアクセスが案外いいです。さあ、気を取り直して次の問題いきますよ。第2問目です。那須塩原の特産品の問題です。那須塩原市内を流れる那須疎水は水のない大地を潤すために開拓には欠かせないもので、その完成時期は明治18年1885年でした。明治の華族農場がもたらした開拓の歴史は今の那須塩原の本州生産1位を誇る特産品に結びついています。では問題です。その本州一の生産を誇る特産品は生乳である。丸か×かどっちでしょう。これは見る日余裕ですね。これは外せない問題です。では答えをどうぞ。正解です。
さすがミルフィーにはサービス問題だったね。では問題の解説をお願いします。ほんの140年前は人が住めない荒野が広がっていた日本最大の扇状地、那須野ヶ原。この地は明治の殖産工業政策を掲げた政府に開拓地として注目されました。家族階級が出資する農場が開設され、那須野ヶ原の開拓が進み現在に至っています。那須塩原には生乳はもちろん、それを利用した乳製品、米や野菜、ワインなど美味しいものがたくさんあります。皆さんぜひご賞味ください。生乳生産本州一、すごいですね。ミルヒーも頑張ってるんだね。さあクイズも盛り上がりできましたね。続いて第3問です。今度は那須塩原の歴史の問題ですよ。明治13年から20年代にかけて那須野原に農場を開設した明治の家族たちは別荘をこの地に建築し、その姿は今も見ることができます。それらを含む文化財の史跡などが日本遺産に認定されました。さてここで問題です。日本遺産に認定されたのは平成30年2018年である。さあ丸か×かどっちでしょう。さあミルヒーは正解できるのか。那須塩原市として日本遺産はとても重要なポイントですよ。正解でお願いしますよ。正解です。さすがミルヒー、よく知ってるね。では解説を聞いてみましょう。那須塩原市には千本松牧場の松方別邸、青木修造氏の青木邸、大山農場の大山別邸が洋風建築物の別荘として残っています。他にも日本遺産の文化財が点在する市内を昔に思いを馳せながら巡ってみてはいかがでしょうか。はい、皆さんにも日本遺産の文化財をぜひ見ていただきたいと思います。さああっという間に最後の問題です。第4問です。最後は那須塩原の温泉の問題です。市内にはいい温泉がたくさんあります。板室温泉は効能の良さから下津の薬湯として親しまれ、塩原温泉は大木川に沿って点在する豊富な温泉が自慢です。美しい自然と美味しい食べ物、そしていい温泉、那須塩原は心身ともに癒される場がある町です。さてここで問題です。塩原温泉のお湯の色は何色かありますが、それは5色である。さあ丸か×か、ミルヒー正解でお願いしますよ。では答えをどうぞ。正解です。×です。すごい、ミルヒー正解ですね。ちなみに何色あるか知っているのかな。知らない。じゃあ解説を聞いてみましょう。乳白色、黒色、緑白色、茶褐色、薄墨色、黄金色、透明の7色です。効能もいろいろなので自分に合うお湯を見つけるのも楽しみですね。ミルヒーは4問中3問正解でしたね。やるねミルヒー。皆さんはいかがでしたか。全問正解された方はいたのでしょうか。
今回のクイズで那須塩原市の魅力をもっと知ってもらうきっかけになれば嬉しい限りです。また新型コロナウイルスの影響によりまして、これまでの行動とは違う新しい生活様式を求められるなど、多くの方々がさまざまなストレスを感じていることでしょう。そんな中でこの動画がちょっとした気分転換の助けになればと思います。みんなで一緒に乗り越えていきましょう。それでは今回はこの辺で、さようなら。